雪が全くありません。私はスキー板を置いてきました。途中に。楽しめません。いつもだったらここは1メートル以上雪があるんですが、全く雪がありません。まだ2月の、初めてだよね、まだね。上旬。2月の10日だね、今日。10日。ただの登山です。ブーツが悲鳴を上げてます。雪がないと滑れないしな。ちょっと明るくなってきたかな。どれ？猿ですかね。あ、猿だね。うん、猿、猿。猿だね。猿はいっぱい出てるね。いやいや、雪がありませんね。彼は早いですね、歩くの。早いですね。あんな荷物を持って。もうあんな荷物を持って、もう。やっぱりバケモンですね。やっぱ変態ですね。変態です。本来、この時期こんな山に来る人はいないと思うんですけどね。うん、でも、ここが今年は雪がなくて。歌でも歌って歩けるようなあれだね。道は良好です。何もいません。動物もいません。空はちょっと明るくなってきました。彼はもうあっちの方まで行ってます。あっという間に。ところどころ雪はあるが、これでは滑れません。今日は何のために来たのか。お、この足跡はウサギ。いや、キツネだね。え、キツネ。え、キツネだね。これは猿だ。これは猿だね。これずっと猿がこうやんでね、たもろってるよね、いっぱいね。多分猿山だな。まだ寝てんのかな。これいっぱいあるね、足跡。猿やばいからね。やばい。うん、ほんとやばい。人間襲ってくるんですか。襲ってくるよ。ほんとに気をつけて。猿だけは一番危険。熊より危険。一回ね、威嚇されたからね、二人で行ってさ。で、通れなくてさ。うん、で、どうするの思ったら、猿がパーって逃げてくれたから、うん、通れたけどさ、ちょっと時間経てからね。うん、いやー、あれちょっと怖かったなぁ。へぇ、これでは。あ、この辺か。あー、なんかちょっと楽しめそうな。でもスキー板はないです。でも結構足跡あるなぁ。入ってるなぁ。いや、猿だな、みんな、これ。みんな猿だね。去年、平山さん、この辺で落ちたんだよね。このさ、この雪が、ここが2メーターくらいあるから、これかなりの、深さなんだよ、ここ。はまってる。うん、あの、なんか物落としたんだよ、多分、なんか。そして下まで、降りてって。かなりすごかったよ。え、そこ降りるんだ、みたいな。わ、猿だ。猿の足跡が。この猿の足跡についていってみようかな、これ。ずーっとあるね。うん、彼らは何を食べていってるんですか。ねえ、何食べてるんだろうね、こんなのね。何も。
本当だよね。何食べてんだろう。はあ。まあでも楽しいね。楽しいね。楽しいね。本当に。うん。山登りは。運動私好きだから。うん。まあハイキングみたいなもんだけどね。楽しい。スキー板履けなかったけども楽しい。この辺はめちゃめちゃ深かったからね。ありえねえな、この木の高さ。みんなこれ、これ枝に見えたもんな。うん、枝。もう雪があの辺まであったからね。やっぱ2メーターくらい違うな、雪。